はい、今お風呂から上がったのでこのままスキンケアしていきます。マリアが使ってるのはアヌアのドクダミシリーズです。化粧水、美容液、で乳液、最後にクリームを使ってます。ではまず化粧水塗っていきます。ラベルに 77% って書いてあるんですけど、これはドクダミエキスが 77% 配合されているって意味だそうです。それでは塗っていきます。たっぷり塗ります。この化粧水はすごくシャバシャバしててさっぱりなので 3,4 回ぐらい重ね付けしてます。すごくさっぱりなので夏とかにもおすすめです。パンパン叩いて塗っちゃうと肌にも良くないので、優しく押さえるような感じで塗っていきます。塗りにも塗っていきます。はい、塗れたので次に VT シカのパックをしていきます。ピンセットがついててすごく取りやすいです。これは毎日使ってます。朝もうやってたんですけど時間がなくなってきちゃったので、最近は夜だけやってます。あと大会の日とか体育祭の日とか日光にすごく当たった日とかはこのアヌアのパックを使ってます。晴れました。このパックは10分から15分置いておかなくちゃいけないので、貼ってる間に髪の毛を乾かしてきます。髪の毛も乾かし終わって15分経ったのでパック剥がします。そしたらちょっと拭き取って首も拭きます。軽くマッサージします。はい、次に美容液を塗っていきます。これまだいっぱいあるんですけど、これがなくなったらこっちの美容液を使ってみたいと思います。これはピーチ 70% です。めっちゃ可愛いの、ピンクで。マリア直接顔に塗る派です。めんどくさいから。この美容液はすごいなんか吸い付く感じ、結構しっとりしてます。美容液も全体に塗れたら化粧水みたいに押して染み込ませていきます。そしたら乳液を塗っていきます。マリアにプッシュ塗ってます。OK、 では最後にクリームで蓋をしていきます。パチュラついてるんですけど手でやっちゃってます。はい、これでマリアの夜のスキンケアは終わりです。はい、今からアヌアシリーズの効果についてお話しします。効果っていうのは大体は知ってたんですけど、間違った情報を皆さんに伝えたらダメだなと思ったので詳しく調べてきました。簡単に説明します。このアヌアシリーズは鎮静効果や水分補給効果の高いドクダミエキスが主成分になっていて、繰り返すニキビや毛穴悩み、乾燥によるかゆみや炎症、紫外線によるインナードライにも効果的だそうです。ドクダミエキスは刺激がないので敏感肌の方にも使いやすい商品だそうです。マリアも実際使ってみて肌荒れや乾燥が気にならなくなりました。もし乾燥や肌荒れに悩んでる方や敏感肌の方で何を使えばいいか分かんない、迷ってるっていう方に使ってほしいです。マリアはアヌアのおかげなのかニキビは全然できないんですけど、たまにできた時にはこの VT のニキビパッチを使ってます。朝はこのスキンケアをした後にティッシュオフをして日焼け止めを塗っています。日焼け止めは一年中一応塗ってます。でも焼けやすい体質なので塗っても塗っても焼けちゃいます。ここまではスキンケアの話でした。マリアがスキンケア以外に美肌のためにやってることは毎日フルーツを食べることです。フルーツを食べてビタミンを取ってます。
でもビタミンは体の外に流れやすいので、フルーツの他にこのサプリを飲んでます。あと腸をきれいにすると肌にも髪の毛にもいいらしいので、ヨーグルトも毎日食べるようにしてます。マリアが美肌のためにしていることはこんな感じなんですけど、一番大事なのはやっぱり睡眠です。睡眠を取らないと肌に悪いので、本当に寝れる時には寝ましょう。質問やこれおすすめだよっていうのがあったら、ぜひコメントしてほしいです。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。